年半前に過労でうつ病になった夫。うつになってからの壮絶な状況の詳細はここでは割愛するけど、とにかく友人付き合いをすべて捨てて、そもそも広く浅くだったようで、病気で塞ぎ込んでからは縁が切れていったみたい。楽しいとか嬉しいとかいう感情を失っていた。ただ私にだけは素直に笑うし、素直に甘えるから、それでいいと思ってきた。そんな夫が、時間かけて、最近、ついに完全に断薬した。睡眠も食事も普通に取れるし。だけど、さすがに、覇気や元気はあんまりないな。しょうがないかな、くらいに思ってた。今日珍しく、会社の人と飲んで帰るね。移動したばかりの部署の、とメール。帰ってきて嬉しそうに報告する夫。あのね、先輩の〇〇さんが、こんな感じの人でね。あとね、経理の〇〇さんがね、こんな話しててね。今日楽しかった。また、飲みに行こうねって話になったから楽しみだ。夫の口から、楽しいなんて、あんなにはしゃいで言うの、初めて見たよ。後でこっそり泣いちゃった。これからもずっと、夫の楽しいや嬉しいという感情を取り戻せるように支えていこうって思う。来年生まれる子を一緒に抱いて嬉し泣きさせてやるんだ。